はい、どうも、カメチャンネルです。えー、モンスターハンター。まあ、生物論のやつなんですけど、この懐かしい本が、ね、ちょっと出てきたんで、このモンスターを見て、何の動物がモチューフになったのかなって、まあ、何の生物。まあ、ここも、リオレウスと、リオレイヤーはもう完全に、あの、ちょっとリオレウス、リオレイヤー開きましょうか。もう完全に、こいつらはもう竜ですよ。 ドラゴンですよドラゴンドラゴン確定まあディオレースはねドラゴン確定ですよねテガレックスまあこいつはなんか,か体は関係ないけど顔がもうねティラノサウルステラノサウルスだよ体はもうなんかモモンガみたいななんかモモンガではないなあでもちょっと羽っぽいとこはそんな感じだよねまあ恐竜だよねこいつ恐竜まあ恐竜ですよね恐竜 恐竜って感じがしますよねバサルモスグラビモスまあこいつはなんかさアルマチノルみたいに体を硬い体持っててプラスなんか毒,から、まあ、毒は、まあ、敵から身を守るためうーんこいつはもうあの、まあ、ここにも書いてあるんですけどアンケロサウルスみたいなやつですよねアンケロサウルス <laughs> ベリオロス ま、あこれはさ、もうさね、あの、あれでしょ、トトでしょ。トトとかさ、なんだろう、アザラシみたいない、や,やつの系統でしょ。ベリオロスは。はい、ギギネブラ来ました。こいつはもうね、なんのあの、山ビルみたいなね、なんか昼ですよ。もう昼、昼。くて、ジンオーガまあこれはね、もうオオカミ、ワンちゃんっていうことで。ワオーンっていう時点でもうオオカミですからね。ジンオーガジンオーガ あのまあ、オオカミですね。オオカミ。オオカミですよ。で、イビルジョウイビルジョウもね、なんかね、恐竜。なんかゴジラみたいな感じなんだよね、イビルジョウって。怪獣、怪獣、怪獣だよね。うん、怪獣。絶対怪獣だわ。うん、イビルジョウは、まあ、ゴジラみたいな恐竜ですよ、ね。ドボルベルク。 ま、ぱっと見ヤギだよ。ヤギだよ、これは。ヤギか牛だよ。ま、あ、動物に例えるのはヤギか牛。いやー、ドスランポストとスゲネボスは懐かしい。こいつらは、ま、小型系の恐竜だよね。ディノニクスっていう恐竜がいるんだけど、ディノニクスっていう恐竜。ま、ああの、小さくて群れで生活してる恐竜なんだけど、それに似てるよね。ドスイオスもその系統だよね。アツに退化した。 でドスジャギー。まあ、こいつらはもう群れで、あの、生活してるやつのボスだから。まあ、あ同じような感じで、群れ系統のやつだよね。ラージャンあれ、こいつはね、もうね、牛とゴリラのね、やつ、うん、牛とゴリラだわ。<laughs> でも、ヤギっていう感じもあるよね。ヤギうーん。まあ、もう、ゴリラでいいや。 ああ、ババゴンガ。こいつはね、もう、もう本当のゴリラだから。モンキー、モンキー、サルです。ゴリラですからね。もうね、こいつはね、もうね、ゴリラ以外になんもない。はい、ドドブランゴー。これはね、なんけ、マント一匹だよね。過去の、ツードスターだったかな。メインとして出てたのに、いずれは弱いモンスターとされているっていう。 青がしな、ーーサードの最初のモンスターだわ、確か。であ最初は、あの、どちらに聞いたかったっけど。あ、でも、結構最初だわ。いやー、クマさんだよね、完全に。ウルクス、孤立はウサギ。ウルクスはウサギだね。ケチャワチャ、まあ、こいつは猿だよ。アライグマとか書いてあるけどさ。うーん、猿だわ、こいつ、猿。なんか、象の鼻を持った猿。 <laughs> ラングロトラ。まあ、こいつはアルマジロ。うん、ここにも書いてあるね。アルマジロだね。アイルは、まあ、人間の言葉を喋った、まあ、あの、猫だよね。うん、猫。メラルも同じように。最近は、テラルっていうのがいるからね。テラルっていう、まあ、ワールドってテラルっていうのがいるから。ラギアクルス。懐かしいな、水中戦でね、ちょっとね、最初苦戦したことがあったんだよね。 ラギアクルス。ラギアクルスはもうね、水の竜なんだけど、ワニじゃねなんか、顔っぽさに。ワニじゃね <laughs> なんか、それっぽく、ね、若干ワニチャナガブル。まあ、こいつはアンコウでしょ。ここにいる通り、アンコウでしょ。トゲトゲしいアンコウだよ。うん。こいつ何だったっけな なんか食される水モンスターだわ水の中にロアルドラスこいつはもうねトカゲあのイグアナに近いトカゲ最近ねジャグラスがいるけどジャグラスいうの、まあ、原型みたいな感じだよどっジジャグラスほんトトカゲなんだよロアルドラスジェン・モーランこいつは砂漠のお魚さん魚だわ魚うわ魚だほんと魚だわ 魚。ゴアマガラー。こいつはさ、雲でしょ。どっから見ても雲なんじゃねって思うよ、俺は。ということでね、まあね、モンスター出ててみました。まあ、あの、皆さんもね、皆さんもね、なんかね、考えてみればね、あの、俺の、俺が思った通りじゃないと思うから、まあ皆さんもね、モンスターはどんな風な、どんな風に考えられて作られてるとか、 どんな思いで作られてるとか、ちょっとまあ考えてみるといいと思うね。それではまた。